2003年ロシア会員選挙は、ロシア連邦議会の会員の選挙。2003年12月7日を開票。選挙前の予想通り、ウラジーミル・プーチン大統領の与党、統一ロシアが優勢であり、比例代表で120議席、小選挙区で103議席をそれぞれ獲得し、第一党となった。統一ロシアが対象したのと、反比例して、ロシア連邦共産党以下、 他の政党は大幅に議席を減らした。また、統一ロシア以外の政党でも親プーチンの態度を取る政党もあり、連邦議会は完全にプーチン政権のコントロール下に置かれた。統一ロシア以外の政党では、ロシア連邦共産党が野党第一党の位置を維持した。ロシア自由民主党は、2、3の選挙区で議席を回復した。しかし、自由主義、 改革派の破ブロコ、右派連合はユコスから政治献金を受けていたことも影響し、ほとんど議席を失い壊滅的打撃を受けた。中道左派勢力では母国が議席を伸ばした。選挙は小選挙区比例代表並立制で行われた。定数450議席中225議席は比例代表で選出され、得票率5%を超える政党が議席を、 獲得することができる。5%を超えた政党は統一ロシアロシア、連邦共産党、ロシア自由民主党、母国の4党。残り半分の225議席が小選挙区から選出された。ロシア連邦構成主体における議席獲得の配布統一ロシア人民党、共産党祖国やブロコ再政党、生活党右派勢力同盟農業党偉大なる。 ロシア新進度ビジネス開発度独立系空席。ありがとうございます。